堀井亮介は、株式会社セガ所属のゲームクリエイター。作詞家、早稲田大学政治経済学部を卒業。2006年4月に、セガに入社後、龍河ごとく2の制作に携わり、以降、歴代、龍河ごとくシリーズを担当する。ヒートアクションをはじめとするバトル演出担当をしながら、カラオケ、マッサージ、格闘家を作ろう。などの個性的なミニゲームを生み出す。 特にシリーズの中でも最も人気の高いカラオケでは主人公の入れる奇抜な愛の手から楽曲の作詞、ダンスまで全てを自ら手掛けている。龍がごとくゴム、金石社ではメインプランナーに就任し、新要素、アナザードラマを中心に担当する。以後はサブストーリーやプレイスポット全体のゲームデザインを担当しつつも、アナザーライフ、神室町マネーアイランド、 蒼天堀水商売アイランドなどの新コンテンツを同時に生み出している。竜がごとく、国では、新、水商売アイランドなどの新コンテンツとともに、真島五郎の追加シナリオの脚本、演出や、同作の音響監督も担当した。いずれも、竜がごとく、シリーズの挿入歌で、特筆なもの以外はすべてカラオケの楽曲。ありがとうございます。